ャース3から0ロイヤルズ現地時間6月16日、ドジャースタジアム、ロサンゼルスドジャースが完封リレーでカード勝ち越しに成功。大谷翔平選手、29、は2番、指名打者でフル出場し、2打席連続塁打を放った。大谷は3回裏、ロイヤルズ先発シンガーの真ん中低めへのシンカーを完璧に捉え、左中間、スタンド中段への18号先制ソロ。4試合ぶりの一発を放つと、6回裏の第3打席では、内角低めのスライダーを振り抜き、右翼スタンド中段へ2打席連発の19号ソロ。続く3番、フレディ・フリーマンも2者連発の10号ソロを放ち、3点のリードを奪った。大谷の援護を受けた先発タイラー・グラスノーが7回、3安打、9奪三振、無失点と好投。リリーフ陣が完封リレーでつなぎ、グラスノーは自身7試合ぶりの白星でチームトップタイの7勝目。2番手、ダニエル・ハドソンは今季10ホールド目、3番手エヴァン・フィリップスが今季10セーブ目をマークした。この試合の大谷は3打数2安打、2塁打、2打点、1四球の活躍。今季2度目の1試合2塁打を記録し、今季成績は打率309、19塁打、オプス976に上昇。ナショナルリーグ塁打部門トップ、ブレーブスのオズナまで1差としている。なお、試合前に山由伸が右上腕三頭筋の張りにより15日間の負傷者リスト入り。7回表の攻撃ではムーキーベッツが左手甲に支給を受けて負傷交代。試合後、左手の骨折であることがデーブ・ロバーツ監督から明かされた。